球団創設当時1884年のジャイアンツ。当時のチーム名はニューヨーク・ゴッサムス。この一覧はメジャーリーグのナショナルリーグ西地区に所属するサンフランシスコジャイアンツの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、 レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。サンフランシスコジャイアンツは1883年、ニューヨークゴス・サムズとしてナショナルリーグに加入。2年後の1885年にはジャイアンツと名を変えた。1958年、ニューヨークからサンフランシスコに転現在のサンフランシスコジャイアンツとなった。 1888年と1889年にはアメリカンアソシエーションとのチャンピオンシップシリーズに勝利している。1904年にはワールドシリーズ開催を拒否したが、1905年には参加して初優勝。しかし1954年からサンフランシスコ移転後の2010年まで56年間、ワールドシリーズ制覇から遠ざかっていた。その後2012年、 2014年と各年でワールドシリーズを制した。現在までワールドシリーズ優勝8回、リーグ優勝23回、地区優勝8回、ワイルドカード2回の成績を残している。判例、ありがとうございます。